ポン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 ,ポンポクニャン、まあそれにしてもね、まあ今日、えー、先ほどですね、毎日新聞の世論調査で、えー、菅内閣の支持率がね、まあ、31%を、えー、記録したということで、まあ、これ、菅政権では最低というふうに、まあ、毎日新聞は書いてるんですけども、まあ、これはやっぱりね、まあ、この間の あの、NHK でも35%っていうのが出て、で、時事通信でもですね、32.2%っていうのが、えー、出たっていうことですから、まあ、もう、この毎日新聞が今のとこ、えー、一番最低かなっていうね、31%ということで、まあ、もう少しで本当にこう、3割切ると、もうあの30、30%切ったら本当にこう、えー、 菅内閣っていうかですね、本当に当格に流れてもおかしくないかなっていう、まあ、そういうふうにもね、まあ思えるわけで、やっぱりこれ、何が原因なのかなと、やっぱそのオリンピックについてもですね、中止すべきだが40%で最も多いっていうふうにまあ出てて、 まあやっぱり、あの、今日なんかもね、その IOC の人でしたっけ、あの、緊急事態宣言が出ても、あの、オリンピックやるんだ、みたいなことをね、まあ言ってたと。なんであんたに言われなあかんねんっていうね、なんで IOC にそんなことを言われんのかなっていう、そのおかしなことっていうことを、まあ菅さんの周り、菅さんだけじゃなくて、本当にいろんな方が、 なんか言っててね。だからそういうのも、えー、なんでなんでっていうね、その反感にも繋がってんのかなって個人的に思ったりするんですけども、まあやっぱこの毎日新聞の、まあ、世論調査でですね、これいつ、えー、22日に全国世論調査を実施したっていうことで、まあ今日なんですかね、これ。今日やって今日、あのー、 やったったていうことなんでしょうかね、まああの,その辺の詳細っていうのはあれなんですけども、ただ、もう今、なんていうんでしょうか、なんやかん言うて、そのワクチン接種っていうのがね、まあ、始まってて、あのだから、 こう菅さんとしてはで、菅政権、与党としてはです、ね、ワクチン接種が始まって、7月末までですか、なんか完了させるんだみたいなね、高齢者に向けて言ってたと思うんですけども、そのもう予約とか始まってもですね、最低を記録するっていうのは何なのかっていうことですよね。 あの、何て言うか、もう菅政権っていうのは、ワクチンの接種さえ済めばですね、支持率は回復すると、そういうふうに、あの、今でも思ってるんですよね。でも、実際はそうじゃないんじゃないのかなっていうね、こう予約とか始まってね、まあ、予約に関しても、その、何て言うんですかね、国と自治体でなんか別個にやってたりとかね。 なんなんやと。ほんで、防衛省の予約についてもですね、なんか全然、そのシステムがダメだと。ええー、いうことをね、まあ、言ってたりとかして、まあそれを、その不備をですね、朝日新聞出版と毎日新聞でしたっけ。まあそれをね、言うたら、なんか業務妨害だみたいなことを、あの、岸信夫防衛大臣だったり、えー、その、 お兄さんんに当たるんですかね安倍晋三さんがなんかツイートしたりとかねいや、いやいやいやっていうね、なんかその本当、いや、あの今のやっぱ政権のやってることっていうのが、本当なんか、裏目裏目に出てるかなっていうのが、この31%、ねー、だから今週、NHK も今週やったと思うんですけども、だから全部、そのこれでなんとかあの支持、 あげるぞ、みたいなのが、やっぱ裏目にずっと出てるっていうのが、これ菅さんだけじゃなくて、やっぱ去年の、その安倍内閣からですね、僕ずっと続いてのちゃうかなと。安倍さんは去年辞めたわけですからね、今元気ですけど、8月の時は体調不良っていうことでも辞めはったんですけども、まあその時も支持率がすごい下がってたわけですよね。その時も3割台やって、 たたんじゃなかったでしたかっでねもうちょっとあんま覚えてないですけども、まあ本当、こんだけね、やっぱりあのー、されてないっていうのはですね、まあだから、それによって入管法っていうのもですね、自民党が取り下げたっていうのが今週の動きですよね。で、まあ野党もなんか急に強気になった、急にっていうかね、なんか。 あの、国民投票法は通したんですけども、そのあの、入管法ではなんかこう強気になったりとかして、えー、っていうのが、まあ、今週の動きっていうことで、それはやっぱ世論調査でドーンとね、やっぱ落ちてると、NHK ですらですね、9、9ポイントぐらい急落したんじゃなかったでしたっけねなんかもう、もうちょっと、細かいの忘れましたけども、だから、 ついこの間まで4割台だったんですよね。なんか回復したかな。一回落ちたけど、やっぱまた回復して、こ、えー、こっから、あのー、支持率増えていくんちゃうかなと。んで、まあ今週なんかでもですね、その、まあ緊急事態宣言、東京と大阪、まあ他にも全国各地広がったんですけども、まあ感染者数、数自体は減ってきてるんですよね。東京、大阪もね。 まあ、で、でも、ただ、でもやっぱその、安心できないということで、ええー、その、分科会とかでしたっけ、あの、なんかお医者さんたちが言ってるのは、やっぱ100人ぐらいまで下がるまではね、その緊急事態宣言を続けなあかんのちゃうかみたいなね、そのオリンピックだって、あの、どうなんやっていうことを言ってはったと思うんですけども、その100人っていうことになると、まだまだかなと、 そういうわけで延長したんですよね、31日までというのを、ま,あ、まだ延長は決まってないですかね、まあ、まあ延長するであろうと、えー、全然減数としては、目標の数としては減ってないわけですから、あのまあ、続けるということになるんだろうなと。だそれが いつまでなんやっていうね。オリンピックやってても、緊急事態宣言出されても、ね、それでもやる、やるとかって IOC の人が言ってたりとかして、いや、なんかちょっとね、なんでその五輪ありきなのかね。あの、だそこもすごく、あの、不思議に思ってる方っていうのは多いと思うんですよね。世論だってですね、全然その、 歓迎ムードじゃないと、中止すべきだが40%で最も多いっていうのが、まあ、この毎日新聞の世論調査も出てると、だからやっぱり、一旦立ち止まって考えるっていう選択肢をなんでその菅さんというか、菅政権は持たいないのかっていうね、あのなんか中止したらお金があの余計にかかるとか、なんかそんなことを、その、ほんまにどうなんかわかんないんですけども、まあ、そんなことを言うてみたりする人がいると。うん いやでもそんなね、お金の問題も大切ですけども、でもやっぱり何よりも、何よりもやっぱ国民のね、こう安全、安心っていうのをやっぱり最優先、えー、すべきなのに、なんかその五輪をやらなあかんっていうのがあるからですね、緊急事態宣言も、えー、31日まで解除とかね、なんか期間、 期間を決めて、なんかすぐ切り上げようとするっていうのがですね、まあこういう支持率にもあら、現れてんのかなっていうのも思いますよね。で、やっぱり影響としては、やっぱこの、なんていうんですかね、こう、もう5月も今、末ですから、んで、来月の末には、6月25日ぐらいだ東京都議選も始まるわけですよね。で、7月4日に、えー、東京都議選、 の投開票だったと思う。7月2日でしたっけね。なんかね、一週間ぐらいなんですかね、えー。東京都議選の投開票だったと思うんですけども、いや、そこが一番ね、やっぱり、これ影響してくるのちゃおうかなっていうのはね、僕はすごく思いますね。で、まあ、今回、まあ、来月どうなるかわかりませんけども、そんな急に40%とかっていう風に、こう、バーンと上がるかっていうと、 それもどうなんかなみたいなね。で、まあ、4年前の東京都議選ではですね、あの、読売新聞が東京都内の世論調査で、<laughs> え、安倍内閣支持率が39%っていうのを地方版だけに出してたんですけども、まあ、その時、まあ、自公協力っていうのが成立しなくて、公明党と党民ファーストが協力したからなんですけども、まあ、自民党がですね、歴史的大敗を、えー、喫したというのがあったんですけども、ただこの毎日新聞4年前の毎日新聞にも書いてたのが、自公協力があったとしても、えー、12議席、 えー、しか増えなくてですねそれでも過去最低だったっていう,うあの新聞記事が載ってたんですね、4年前はね。だから僕は、当技戦にも思いっきり影響してくると思いますし、まあ、今、小池都知事がですね、いろいろ あの、ね、なんか言うんちゃうかみたいなの注目されてますけども、本当とこんな弱ってきたらね、菅政権がこんだけ弱ってきたら、小池さんがやっぱり何か手打つっていうのも考えられるわけで、そうなると、まあ4年前みたいなことまでいかなくても自民党がそんな増えないっていうのもあり得るんちゃうかなと、え、いうふうに僕は思いますけどね。もう当然衆院選にも僕は影響していくのちゃうかなと思いますね。 チャンネル登録よろしくね。